モバイルハウス、チケットこんにちは。本日は、いよいよですね、トラックの上の小屋、モバイルハウスを作り始めようと思いまして、じゃじゃん。あ、映んない。黒金屋、上野原店に来ております。イエーイ。はい、というわけで、早速ですね、資材を買いに行きたいなと思います。手が映ったよ。はい。で、じゃあ資材買うにはもうどんな材を買えばいいのか分かってるのかというところなんですけども、ちょっとこれからですね、荷台の大きさを測って、それに合わせて材を買っていきたいと思います。はい、というわけで早速ですが、トラックの荷台の大きさを測っていきたいなと思います。じゃあまずは、横から。横が1600です。縦が2730です。あと荷台の高さですね。時間かかりましたが、荷台の高さ690です。さあこれで、荷台の高さと、あと、荷台の広さが分かったので、床を作っていくことができるかなと思います。さらに、トラックの大きさを、じゃあトラックのなんていうかな、この運転席の高さを測っていきたいなと思います。はい、よいしょ。荷台の高さは1170ということが分かりました。はい。じゃあいよいよ、必要な箇所が分かったので、材の長さを出して、実際に材木を買っていきたいなと思います。はい、では早速、今回、小屋作りに使う材についてお話したいなと思います。今回小屋作りに使う材なんですが、2x4 材という材を使おうと思っておりまして、 2x4 って何っていうところなんですけども、これですね、38mm×89mm の材のことを言います。はい、これが確かインチで、2インチ×4インチの材ということで 2x4 材というふうに呼ばれております。はい、じゃあ今回、切った、こちらのお店で、どの木材の 2x4 材っていうのがどのぐらいの価格なのかっていうのを調べていきたいと思います。ではまず1つ目、来ました、こちらですね。まず、SPS の 2x4 材、こちらが、3650mm で、770円ですね。はい、なるほどなるほど。まあ、加工が良い DIY 用途に最適ということです。次は杉材ですね。杉の 2x4、これか。あ、でも短いのしかないんだな。杉の 2x4 材が、2336mm で、650円ですね。で、他の SPF 材っていうと、もう結局全部 SPF ですね。結局これも SPF、 これも SPF、 あ、つばこじゃないや、これも SPF、 結局他の材は、まあ、防腐剤が塗ってあるものなんかあるんですけども、まあ、今回防腐剤は塗ってなくてもいいかなと思っているので、防腐剤塗ってあると高いですね。まあ、どんな薬品使ってるかもわからないですし、はい、ということで今回は SPF 剤を使っていきたいなと思います。まあ、SPF 剤ですね、非常に加工がしやすいということでネットでも予習済みです。はい、ということで、今回はじゃあ SPF 剤を買っていきたいなと思います。小屋作りですが、一番最初に必要なものとしても、もちろん木材っていうのがあるんですが、木材以外にも、コーキング材っていう、いわゆる、シリコンでできた、防水の、材、接着剤ですね。あと、もちろん釘打っていかないといけないので釘、あと、インパクトで打っていくビス、
あとは、もちろん断熱材っていうのも入れていかないといけないので、そこの辺を、今日は先に見てから、木材をまとめて、買うというところに行きたいなと思います。ありました。これですね、シリコンシーライト、シーラント、シリコンシーラント。これが、いわゆる、コーキング剤と呼ばれるものですね。でこれだけじゃ、コーキング打つことはできないんですけども、コーキングを、打っていく道具っていうのが、今回、滞在させていただくゆるゆるにはありますので、まあ、今回はこちらの剤のみ買っていこうと思います。まあ、前の小屋作りの時にざっくり4本ぐらい使ったのかな。なので、まあ、今回も、4本買っていけば、まあとりあえず一旦余ることはないかなと思うので4本買っていこうと思います。はい、続きまして買っていくのが、ビスト釘ですね。もうこちらはもうバンバン使っていくものなので、まあ本当に必需品という感じですよね。買おうと思うのがインパクトドライバーですね。インパクトドライバーで打っていくためのネジなんですけども、ここでですね、長さが結構いろいろあると25、28、32、38、41、45、57、65、75、90、120、ネジを打つ際に、その打つ、厚さのもの、接着物の厚さプラス 20mm、飛び出ないといけないということなので、今回買う 2x4 は38プラス20は、58mm ということで、まあ、一応ですね 58mm っていうものが、まあ、57mm が一番近いんですが、まあそうですね、今回はということもあるので、57mm のこちらの、釘を買っていこうかなと思います。はい、じゃあまずネジを購入です。ネジの 7mm600 ですね。おー、一気に重かった。はい、で続いて買うのが、ステンレスの釘ですね。こちらなんですけども、何のために買うかっていうと、あの金属の、ガルバリウムっていうものを、今回、防水の、ものとして、床と屋根に貼ろうと思ってるんですけども、ま、金属板でして、こちらのしっかりとした硬いものじゃないと刺さらないということがあるので、今回こちらの、ステンレス釘、買ってきました。はい、こちらは、1個360弱というところですね。あ、長さが違う、25mm と、32mm が破れちゃった、見た感じ、あ、 25mm あれば、まあ、ガルバリウム材自体は本当、2mm ぐらいなので、しっかり刺さるかなと思います。なのでこちら全然 25mm でいいですね。じゃあ 25mm を、2つというところですね。ういっ、今回は、あくまで、枠の部分とあと、床の材というのを買っていきたいなと思います。はい、で、じゃあ床材何に使うのというところなんですけども、こちらですね、こちらの OSB ボード、9mm ですね。変な話、壁の部分は全然あの緩くてもいいんですが、床の部分っていうのはある程度やっぱし強さがないと、へこんできてしまったり、たわんでしまったり、まあ最悪穴が開いてしまったりということもあるので、こちらの材を使っていきたいなと思います。はい、今回はとりあえず、床には、3枚あれば、いけるかなという計算なので、こちらの商品、1枚1000円のものを3枚買っていきたいなと思います。はい、はい、積み上がりましたということで、本日の買い物はこれにて、終了というところになりました。結局ホームセンターに2時間元かな、3時間ぐらいいたかもしれないですね。こんなにいろいろ考えながら買い物するのは本当人生初めてです。で、結局、今回、木材として買うのはこちらですね、2x4 の SPF 材で、かつ、長さが 3000mm のものを、16本で、こちらの OSB ボード 9mm の厚さのものを3枚、こちらを買って、今日いけるかな、まあ、材を切るところまではいきたいなと思うんですが、早速床を作っていきたいなと思ってます。はい、じゃあちょっとこれより、お会計を済まして、ゆるゆるに戻りで、材を切っていくという工程に移りたいなと思います。
はい、さあ、やっと、荷物がトラックに乗りました。こうやって荷物乗っけるとトラックを買ったなという気持ちになります。はい、もう時間は今何時や、4時半とか5時ぐらいかな。だいぶ、日も陰ってきました。さあこれからゆるゆるに帰って作業したいと思います。